結構時間かかったね。うどん出すまで。こんにちは、みせんにだ。今日は何をするかって言ったら、今風呂上がりなんですけど、夜ですね、12時58分でございます。さっき風呂を浴びて、風呂入って、やばい、なんかめっちゃ冷たいうどん食べたいと思ったんで、記念なんで、量は少ないんですけど、うどんを吸引していきたいと思います。動画内でうどん吸引するのは結構初ということで、みせちゃんの初体験とかでございます。うどんはですね、好きですよ。はい。では、いただきます。すべこべ言わず、失礼しますね。ちょっとなんか高さの机がなかったけど、D フリックの段ボールで失礼します。ちょっと喋っとこ、インスタに載せよう。もしよかったらインスタグラム面白いので、フォローよろしくお願いします。ちなみに2玉ですね。うどんとかめっちゃ久しぶりなんやけど、やば。めっちゃ美味しそう。もうキンキンな、風呂上がりってほんとなんかアイスとかさ、水みたいに食べてしまうしないでしょうね。いただきます。今日は絶対夫婦せんって決めとるけん。いつも何でもかんでも夫婦しまうけん。今日は絶対夫婦せんって決めとるけん、いつも何でもかんでも夫婦しまうけん、夫婦はせずに。しいてか、うどんってさ、自分愛媛すんのやけど、香川のうどんめっちゃ有名やんか。で、ちっちゃい時ね、毎週香川に行く用事があって、毎週ね、いつも家族でうどん巡るみたいなしてからやったんやけど、1店舗巡るんじゃなくて、4店舗とか5店舗、5店舗はなかったかな、でも一挙った気がする。ちっちゃいけんそんなに記憶はなかったんやけど、うどん巡るとかしよってめっちゃ懐かしい。ネギが美味しいよ。ネギってめっちゃさ、うどんと相性いいよね。ゆうたち付き合っちゃいなよ。うん。美味しい。うどんだったらざるそばうどんがめっちゃ好き。ネギでうどん見えなくなるまで何さっきの見えんくなるまでネギを入れるのが好き。ちょっとあまりにも足りなさすぎるんで、あと2玉やってきますね。ちょっと待ってください。秒で消えたんやけど。てか見て、このね、お箸ね、あれよ、ファンの方がね、昔くれたんよ。みそちゃんガリガリ。見える?ほっとんよ、やばくない?ありがとうございます。全力かぶさ。今日も吸引ハッピー。みんながハッピーです。吸引ハッピー。吸引ハッピー、意味わかんない。ちょっと、やってくるわ。お待たせしましたー。こちらおかわりの2玉になります。もう普通にご飯食べたってやったけん、最初1玉だけやろうとして、パッてお皿並べた時に、マジ、1玉ってマジでね、もう粉な。粉な、もうね、あれゼロ。あれゼロに近いけん。それやったらなんか動画的には映えんなと思って2玉にしようと思って2玉にしたんやけど、量的に足りんかった。てか、うどん4玉食べるの初めてかもしれない。第2回、いただきます。なんかうどんって、ふい。なんて言うの?うどんってなんかラーメンとかに比べて長さが短い気がする。いつもラーメン吸引してるけん、うどんは、全然吸引してなかったけん。ってすぐ終わる。もどかしい。あ、パパ、やばい。いきます。うん。めっちゃ味ない。やばい、風呂上がり。風呂上がりのうどんちょっとハマりそう。めっちゃ美味しい。これ夏やったらもっと美味しいかもしれん。うどん締めるのちょっと今回うまくいったわ。さっき優雅やったらママにうどんを締めた方が美味しいんよって言ったけん、水で。ネギのリングが美しいです。
ナイス吸引、同一ではないでしょうか。うん、韓国住んでる時にあまりにもうどん食べたすぎて丸亀製麺、あまりそんなリズムあったけどないよね、丸亀製麺行って吸引したんやけど、でその時に食べたエビ天がめっちゃ美味しくて、でもなんか韓国住んでる日本人の友達は韓国の丸亀製麺美味しくないみたいな時に、私は普通に美味しかった、うどんに再会できてめっちゃ嬉しかった、覚えてる、はあ、やばい美味しい、うん、気づかずに2本ともにこんなめっちゃ上空に上空上部分にネギが刺さっとった。やばい、うどんはまりそう。ラーメンが起こるかな、ちょっと嫉妬しそうで怖いな。ちょっと嫉妬深いよね、ラーメン。最近ちょっとラーメンとより戻したばっかりやけんさ、ちょっと延期取ったというか延期しちゃったやんか。最近ちょっとラブラブで調子いいなって思ってたんやけど、ちょっと私浮気しそうやわ。やっぱ浮気ってダメよね、ダメよね。やっぱみんなに怒られるかな。ダメよね、浮気はちょっとダメよね。でもちょっとうどんはまりそうやわ。この前ルックブックやったやん、 D ホリックで買った服で、てかあのルックブックね、みんな面白いって言ってくれたけんね、ちょっと嬉しいと思ってもう一回やろうと思って、うんふん、めちゃくちゃ幸せなんやけど、ごちそうさまでした。はい、今日はお風呂上がりの吸引にうどん4玉食べたんですけど、どうだったかでしょうか。皆さんも寝る前にうどん、ナイトルーティーンの一部に入れていただいたら、いい夢が見れると思うので、ぜひ、ナイトルーティーンの一部にうどん4玉っていうのをやっていただけたらなって思います。お風呂の後って、やっぱ冷たいものとか食べたくなるやん。アイスとかもそうやし、ジュースとかもそうやし、水とか。もう、ちょっとうどんに変えるだけでもすごいいい一日の終わりになるので、もしよかったら皆さんやってみてください。今日お世話になったゲストの D ホリックのダンボールさん、ありがとうございました。D ホリックの皆さんも本当にありがとうございます。じゃけん、D ホリック買ったよっていう人は、ぜひこうやってこういう風に台に活用していただけたらなって思います。以上、ジソでした。バイバイ。うどんハマりそう、マジで。おやすみ。イエイ。最近ハマってるやつ。